皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は歴代の筆箱を紹介していこうと思います。ということで、あのね、現在使ってる筆箱は学校に、ちょうど学校に忘れてしまいまして、なのでね、歴代の筆箱を今回は紹介していこうと思います。はい、本当歴代って言ってもだから今使ってる筆箱ないし、学校にね、色鉛筆のもあるんですけどそれもないから、うんうん、それ抜きということで、はい、まあ、それはね、以前あの動画にも紹介してる中に入ってるので、はい、入ってるので、それをね、見ていただきたいと思います。はい、ということで早速紹介していきたいと、紹介していきましょう。はい、まあ、残念ながらね、1年生の時から使ってるとかいう筆箱はもうあまりにもちょっとないね、汚すぎてもう処分済みなんですけども、5年生だし、ね、でもこれ2年生じゃない？あのね、だから取ってあるのもあるし、もうちょっとね、あの、あ、でも1年生の、1年、約1年、2年、1年 1.5 年ぐらい使ってたのがあるんですけど1.5 年2年生もちょっと使ったから、うん、でもそれはちょっと捨てちゃいましたね、あまりにも汚すぎて。多分でも動画にありますよ、多分1年生の時のね、あるよね、過去のね、過去の動画にあると思うんですけど、はい、この筆箱は汚すぎて捨ててしまいました。はい、ということでそれ以外はね、シャシャッともういっぱいあるんで、そう、ね、パッとね、はい、紹介します。じゃあ古いものからいくか。覚えてる順番？まあ大体でいきましょう、まあ、はい、はい、大体でいきましょうね、はい。でもこれが一番古いのは覚えてる。ああ、そうだね、はい。まずね、一番最初はね、こちらです。こちら、ねウィーゴー、そう、ウィーゴー135で買った筆箱です。これね、ピンクのね、ハートがね、こう、なんかくるくるってなって、そう、これなんか蓋が重いんだよね。そうで、だからこうやって開けてて、こう置いてるんですけど、うん、蓋が重すぎて、端っことかに置いてるとこうなってって、うん、ダーンってなって、そう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 、だからこうなるんですよ、こうで、いじりじり何回も落として、あ、ごめんねって言いながらこう拾ってた記憶があります。ね、使いづらくて、そうそう、すぐ落とすんですよ私それでちょっとね、可愛いんですけど、なんかいっぱい入ってるけど、これね、消しゴム入れ、消しゴムですなんかちょっとしか使ってない消しゴムたちがいっぱいあります。はい、はい、ということで次いきます。はい、次はね、確かね、続いてはこちらでございます。こちらはロフトで買ったと思います、確か、うん、ロフトで買ったこのね、キラキラのペンケースです。これね、なんか飲み物みたいなイメージ形的に飲み物みたいな感じで、中がね、こんな感じになってて、黒くてよくわかんないね。これが取れてね、空洞と、うん、消しゴムとか置けるスペースがこうなってて、で、こっからね、ペンが出てるみたいな、そんな感じの筆箱になります。はい、これはね、ハピマニチャンネルさんのさゆちゃんお揃いの筆箱でございます。ね、一緒にロフト行って一緒に買いました。あ、確かに東京のロフトですごいエレベーターとかがあってあーすごーいとか、大きいロフトだったね。超大きいロフトで、そうそう、でさゆちゃんとなんかお揃いにしないって言って筆箱を一緒に買った記憶があります。はい、続いてはこれだね。まあ順番はごめんなさい、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、まあなんとなくでいきましょう。これです、続いては。い、これはね、よく、これはね、もうずーっとこの筆箱はもうずーっとこれを使ってて、一時期本当に2年ぐらい使って、うんうん、2年じゃないか、まあ 1.7 年ぐらいずっと使ってて、でもなんか入ってるかな、なんか入ってるんだけどこれ筆箱あるあるだよね、昔使ってたもの中身もそのままみたいな中身もそのままなんだけどやばい、この消しゴム懐かしい、まだ使いかけじゃんすごい、この名前書いてあるけど見て、このギョロ目のね、うん、この懐かしいね、まだ入ってました。この頃ギョロ目好きだったもんね。ギョロ目が好きで、うん、ギョロ目のね、うん、消しゴムも入ってる、もうギョロ目が取れてたけど、本当だ、懐かしい。ちょっと編集で拡大してください。ん？編集で拡大してください、はいはいはい、すごいね、まだそのまま入ってました、うんう
これがそう3年生から4年生まで使って、うん、でね、でこれがあまりにも良すぎて、うん、なんと色違いを買ってます確かに買ったね。結局この形が良くて、これそうで、あの筆箱ってね、あの学校に2個あって、1つ目が普段使って、2つ目がね音楽の時間に使う専用の筆箱っていうのがあって、うん、一時期だからこれが授業とかで、うん、これが音楽用とか、これが音楽でこれが授業とか、すごいコロコロしてました。なるほど。あ、これは入ってませんね。あ、もうやばい、使いたくなってきた。使おうかな、もう一回これ。あ、昔の筆箱見ちゃうと懐かしい、使おうかなとかなりません？なりますよね。なるね。たまになんか、あ、こっちもう一回戻ろうかなっていうのある、ね、そう、なるよね、うん、今度ね、もう一回戻ろうかな、これに。はい、ということで次は多分これ、このピンク、またピンク来ましたね、あのピンクのね。ほんとピンク好きよね。そうですよ。なんかいっぱい入ってそうな音してるけど待って、これは覚えがあって、うん、もうあんまり使わないとか、あんま表に出したくないペンとか鉛筆とかを全部入れてて、うん、から表に出したくないってどういうこと？だから汚いってこと？待って、ここにあったんだけど、ちょっと待って、覚えてない。あの、私あのミニオンの、ミニオンじゃないわ、エイリアンのガマ口のポーチみたいなのがあって、うん、そこに入ってると思ってたんですけど、うん、まさかのここで出てきましたよ。え、なんかね、どんなこうごついもの、こういうごついもの、これとかペンケースとかも向いてないし、あ、そう、これもね、この筆箱と一緒に買ったっていうか、もう同じとこなんですけど、これもね、ソビーオーで、こんな感じですごい可愛いんですけど、これごついんです。うん、確かに普通の鉛筆と比べてごついんですね、うん、すごく。なのであんまペンケースとか向いてなくて、うん、なのでこういうのにね、もうドバッと入れてます。あとこれ、あのホッチキス、ホッチキスなんですけど、うん、なんか壊れてるっぽい、ね、あのまずギョロ目がここについてたんです。ここにギョロ目がついてたんですけど取れちゃって、はい、あともう完全に壊れてますね、これ。だよね、うん、壊れてて、うん、でもなんか思い出があって捨てにくいんで入れてます。そういう感じのがいっぱいあります。なるほどね。はい、次は4年、今ので4年は終了だと思います。あ、待って、じゃあ学校で使ってない筆箱を紹介しますね、一気に。まず一つ目がこちらのね、エイリアンのね筆箱でございます。これもね、リミから夏のなんかにね、なんかね、プレゼントでもらったんですよ、確か。そう、なんかリミがこれをね、ディズニーストアで見た途端、しーちゃんにあげたいって言い出して、なんかお小遣いかなんかで買ってくれたんだよね。お小遣いで私にくれて、ありがとうって思ったね。ね、多分その動画があると思います。はい、ぜひ見てくださいね。で、これは学校とかで一切使ってなくて、うんうん、なんかずっと筆箱コーナーにあるんですよ、なぜか、うん、なんか使いにくくない？ディズニーの筆箱って。まあ学校ではちょっとね、ちっちゃいからね、それね、あれだけど、なんか持ちがないんです、全然、うんうんうん、あんま入んないし、だからこういうのにあのエイリアングッズを入れたりね、うんうん、しても可愛いと思うんですけど。確かに飾っときたいと思います。リミちゃんからもらいましたね、これは。ね、ね、続いてはこちらです。こちらはヤドカリ、違う、ザリガニ、ザリガニだね、ザリガニの筆箱です。これはねミニソーで買いました。あ、確かに。で、これあの TikTok とかでよく登場してるんですけど、へー、筆箱、昔ね、昔だよ、昔ね、うん、昔登場したことがあるぐらい私好きだったんですけど、うん、これ学校に持っていく自信がなくて確かに。これしかも、もうこんなに待ちないし、うん、あの全然入らないんですよなので学校には向いてないかなと思って使ってないんですけど、でも私は好きです。かわいい、超かわいいと思って、うん、このハサミを、うん、かわいくない？超かわいいと思って
え、これどうしよう、6年生になったら使っていこうかな、これびっくりするね、みんなみんなおはようってランドセルがこうザリガニがこう出てくるみんな大注目だねおはようって置くんだよ、これ何それって来た見て私の腕箱かわいいでしょって次はね、じゃじゃん、ゆかりでーすこれあの裏もねすごいねちゃんとなってて、すごいほら名称赤しそふりかけとかさ、めっちゃふりかけなんですよ、本当に赤しそだね、うん、ゆかりいいね、しそご飯よゆかり、これガチャガチャです、ガチャガチャで、ね、ガチャガチャやったはず、ガチャガチャで、うん、本当にほらあとねのりたまとかいろいろあったよ ね、 あったね、ガチャガチャで、でその中からゆかりが出たって感じです、はい、これも可愛くてあの色鉛筆とかに迷ったんですけど、うん、ちょっとね丈が短いんだよね、そうなんです、うん、あんまだからそうちょっとだけ足りなくて、そうだね、ここが、うん、もうちょっと長ければよかったよね、もう少し長ければ使えたって、うんうん、これも学校では、これも学校では使ってないですけど、これ100均で買いました、はい、このねピンクのやつ、うん、なんか一時期使ってた気がする、あ使ってた、学校で、学校で予備としてずっとランドセルに入ってたやつ、あそうなんだ、でもいいね予備にはぴったんこかも、だよね予備に鉛筆1本筆あの消しゴム1個、うん、定規1個とか入れて、うん、予備で一時期ランドセルの中入ってたんですけど、うんはい、あんま使わなかったね、たまにあのランドセルから筆箱2個出てきてさ、なんで2個持ってんのあ、予備予備って言ってすごい昔は心配性だったからね、しおちゃんね、そうなの、ほんとにほんとに心配性すぎて、ほんといろいろ予備がね必要だったよねそう、だからハンカチの予備が2つ入ってたりティッシュが5、6個入ってたりやばかった、ほんとに ね心配性だった、今は全然平気なんですよ、今はもう逆にもうね、もういっか行ってきます、そうそうそう、別になんとも思わないんだけど昔はほんとねやばかったよね、昔の先生怖かったの、ほんとに、あーそうだね、1年生の先生が怖すぎて怖すぎて、うん、もう怯えてた毎日確かに心配性だった、はい、ということで、はい、以上ですね、はい、ということで次はまた学校に戻るんですけど、はい、5年生で使ってた筆箱を紹介します、はい、まあ、今も5年生、もう6年生なんですけど、現在使ってる筆箱の前に使ってた筆箱がこちらで、こちらもね動画で紹介したことあると思うんですけど、はい、これね文具図紙博ってとこで買って、今ロフトとかに売ってると思います、この筆箱、うんうんうん、でこれのちっちゃいバージョンがあるんですよ、この薄っぺらいやつ、はい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 、あれを色鉛筆も入れてて、うんうん、一時期お揃いだったんです、色鉛筆と筆箱が、でも冬になっていくにつれてすごいなんか透き通ってて夏柄じゃないですか、うん、だからやめました、これ本当に大好きで、一つね、一つこれ消しカスとかがすごい溜まるんですよ、なぜか、うん、すごい可愛いな、じゃあまた夏になったらね、そうまた夏になったら使おうかなと思うんですけど、うん、これじゃないマジじゃないマジそれそれいく行きましょう、これこれが私最近そうこれがいいなと思ってて、6年生になったらこれにしようかマジか、これ本当に4年生ぐらいからミニソーで買ってね、買ったよね、うん、4年生ぐらいからあって、でもまあ使ったことがなくて、でも、うん、一回チャレンジしようとしたんですけど、うん、いややっぱやめとこうってなって結局今なら、今の私ならいけるよね、この筆箱、いけそう、よし6年生だったらまずこの筆箱を使いたいと思いますマジで、マジで、はい、以上かな、あ、あと最後ね、これはなんかもう筆箱、あと最後これ筆箱っていうよりポーチなんですけど、一応ね筆箱にもなるということで紹介しておきますね、はい、これでも単品で ね紹介したいもの、そう、物消しのポーチというか、うん、筆箱です、これね、本当になんかこんな感じになってて、何でも使えそうなね、そう、何でも使えるんですよ、はい、これもさすがに大きいかなと思って、確かにこれ物消しの筆箱って可愛いってなったんですけど、可愛い可愛い、思った以上に大きくて、そうなんですよ、ポーチとかでね、いいかなと思ってます、はい、はい、
これでもういいじゃん。でもこれさ、学校でさ、おはようって言ってランドセル学校だったら可愛くない？可愛い。でっかいもの消しゴムってなる、ね、でっかいね、でも消しゴムそう、これ筆箱なのでかーって言われるよ、でかーって絶対言われるよ言われるよね、うん、ただでさえこれも大きかったのに、この確かに確かにすごいね、うん、よし、ということで以上でございます。はい、はい、ということで今回はね、歴代の筆箱たちを紹介してみました。ということでね、6年生の筆箱はまずこれです。これを使いたいと思います。あ、ごめんねこれを使いたいと思いますはい、ということで、それではバイバーイ。